6月スターファイヤーテクナ講習会解説動画を始めたいと思います。思います。本日の担当はカクラとユキでございます。よろしくお願いします。お願いします。本日やる曲はですね、ブレイクブレイクブレイクという曲を伺いたいと思います。アーティストがハイテク忍者エンフランキー、収録アルバムがマイマイデラックス、地方4、トラック18に入っております。はい、はい、では早速やっていきたいと思います。はい、ではイントロからやっていきたいと思います。イントロはですね、開いて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 反対側バッテン開く、開いて開いてバツバツ、左から引っ張って下にぐるぐるぐるっとして、そのままの勢いでフリーパートを八拍行い、開いて開いてバツバツ、右左上グー、音に合わせてね最後グッと決めます。決めます。はい、では続いて A メロに行きたいと思います。 A メロは前からこうぐるぐるって通して、前カタカタ開く、音に合わせてフリーのカタカタ開く、で上から巻いて持ってきて巻いて持ってきて、前でまた巻いて開いて開いてバツでグー止めて開く開く、ここでちょっと止まるのがポイントですね。そうじゃないと開くのができないので、はい、これをもう一回繰り返します。前を押して前、カタカタ開く、前を押して前、カタカタ開く、上からグー持ってきて巻いて、開いて開いてバツ開く開く、そのまま次のB メロに続いていきます。はい、続きまして B メロに行きたいと思います。開いた状態からスタートしますね。構えてヘイヘイと前に来て、開いて開いてステップですね。ステップステップ、ステップでまたヘイヘイ持ってきて、開いて開いて、音に合わせて下から上に開いて、そのままグーですね。ちょっと変則的になるんですけど、はい、曲調がここから変わるのでそれに合わせて踊っております。はい、では C メロにいきたいと思います。 C メロはちょっと変則的なんですが、さっきはこの上にまで行ってグーのところになりますね。右対称で、でそのまま横に見ながら指パチン、下から持ってきて指パチン、これを5回繰り返しますね。いい音になりますね。はい、さあそしたら巻いて巻いて開く、上に、落として、で今度はまた右カタカタ左前構え開く落とす、で前に出てちょいちょい、これも音に合わせて、はい、ちょっと変調するのでそれに合わせて踊りましょう。はい、ではサビいきましょう。サビはさっきちょいちょいやって、回して回して置いて置いて回して回して置いて置いて、足して足してバッテン開いてバツ、構えですね。刺して刺して、今度反対側に構えて刺して刺して、ここから落としてきて落としてきて開いて構える、これをもう一回繰り返していきます。ちょっと早いんですけど頑張ってついてきてもって、まず開く、このままバッテンのまま落として落として上げ上げ、上から下に落とす落とす、前からくぐらせて足を引いて手を上げます。はい、でここで一回決めてそのまま下に
となっております。ちなみに今回の曲はどうでしたか？かっこいい音なのでかっこよく決めて踊ってほしいなと思います。はい、はい、久々にこうクランキーの、ね、ガツガツで曲ということでね、もともと音ゲーかなんかの曲なんですけど、まあ、ちょっとその要素をこうミックスさせつつ振りに取り入れつつちょっと早いけど踊ると楽しいみたいなものに仕上げられたらいいなと思っております。はい、改めまして今日やった曲は、ブレイクブレイクブレイクという曲をやりました。アーティストが、ハイテク忍者、はい、エンドブランキー、yes. 収録アルバムがこれは完成をよマイマイデラベストアルバム地方をトラック18、はい、入っております。iTunes とかでもね、聞けますので、ぜひよろしく、はい、お願いします。はい、スターファイヤーは各種 SNS をやっております。あ、X、Twitter、Q、Instagram、LINE、Facebook 以上。おりますので、最新情報はそちらをよくご確認ください。ホームページもあります。はい、はい、では本日は神楽と夕暮れでお送りいたしました。またねー。